皆さんこんにちは、ココナです。今回の記事は村田の生死についてです。それではどうぞ。戦況、現在の最新話は185話、柱が無惨の元へ集結し、戦いはさらにヒートアップしています。そんな中、義勇に村田と呼ばれ、感動しながら炭治郎を運ぶ村田さん。私はこの役目、非常に危険だなと思ってしまいました。主人公を運ぶ人が主人公のために犠牲になる、そういった予想がふと頭に浮かんだのです。不吉な予想にはなりますが、一応考えておくポイントだと思います。ということで、どういった流れで村田さんは犠牲になるのか少し考えてみましょう。展開予想、まずはじめに村田さんは炭治郎がまだ生きていることに気づくような気がします。炭治郎を抱きかかえて安全な場所まで運ぼうとする村田さん。炭治郎の心臓が動いていることや息をしていることにいち早く気づくのではないでしょうか。ただ炭治郎が本当に一旦死んでいるのだとしたら、それはないのかもしれません。でも義勇が手当てを頼むと言っているあたり、炭治郎はまだ息をしていて、それを村田さんがどうにかしようとする、そういった展開が想像できます。でもどうしたらいいのかわからない村田さん。そこへ湯四郎が現れる、善逸を救った時のように。でもおそらく湯四郎の医療技術をもってしても炭治郎を救うことはできないでしょう。おそらく炭治郎を救えるのは禰豆子の抜血だけ。そして無惨は柱を倒しながら湯四郎や村田さんも狙ってくる。炭治郎が生きていると知り、再度炭治郎を狙ってくるかもしれません。ここです。ここで村田さんが犠牲になるのではないか、私はそれを予想してしまいました。あざもの、村田さんはあざものではありません。ここであざものに覚醒するという展開もおそらく期待はできません。なので無惨の攻撃を少しでも食らってしまうと確実に即死してしまうでしょう。ということはです、ここにもワニ先生は感動的な演出を放り込んでくる。私はそう予想しています。村田さんは炭治郎をかばい無惨の攻撃を受けてしまう。しかし村田は倒れない、村田は即死しない。いくら攻撃を食らっても炭治郎を守るために立ち続ける。そして最後は立ったまま死んでいた。こんな展開はいかがでしょうか。もしくは村田さんが無惨の攻撃を食らって死ぬまでの間に禰豆子が助けに来て炭治郎が復活。村田さんは炭治郎に涙を流しながら遺言を残す。俺の家族の仇を取ってくれ。そうして村田さんは死亡。怒りに燃えた炭治郎が13の方で無惨を倒す。これらは全て私の妄想ですが、これだったら弱い村田さんでも炭治郎の怒りの沸点を超えさせる役目として見せ場を作れるのではないでしょうか。生存説、最後は逆に生存説も唱えておきましょう。生存説でいくとするなら、攻撃を一回も食らえないというかなり難しい問題をクリアしなければなりません。しかも今回の185話で意外にも村田さんの無惨への殺意が強いことが明らかになりました。この殺意そのまま無惨に向けてしまうと一瞬で村田さんは死んでしまうでしょう。なので村田さんが生き残る道は一つ、炭治郎を安全な場所に移動したらどこかに隠れるか遠くに逃げるのみ。でもこれってなさそうですよね。殺意もありますが、村田さんは人に頼られると逃げ出すようなことはしない男です。炭治郎を見捨てて逃げるということはまずないでしょう。なので炭治郎が目覚めるまでは村田さんは炭治郎のそばにいることになるでしょう。こう考えていくと、どうしても私の中で村田さんは犠牲になってしまう絵しか思い浮かばない。善逸の時のように下限クラスの鬼の相手ならどうとでもなりますが、今回は相手が無惨ですから。まとめ的なもの、村田さんの生死どう転ぶかはわかりませんが、覚悟だけはしておきましょう。村田さんが確実に生き残るとは言えない状況になってきました。でも散るなら華々しく散ってほしい。ワニ先生はそういった部分はきちんと演出してくださいます。そういえば善逸、伊之助、カナオの行方も気になりますよね。この3人についても考えなければならない部分があります。それはまた次回以降考えてみたいと思います。あとイグロさんのことについても皆さん心配されていることでしょう。そのあたりもまた考えてみたいと思います。今回の185話にはまだまだ考えるべきポイントが盛りだくさんです。私の手が追いつかないくらいに早バレもあるし、急がなければ。ということで
今回の考察は以上です。今回は少しアンケートです。ここまで見てくれている方は何歳くらいの方が多いのでしょうか。右上のボタンからアンケートに答えてみてくださいね。そういえばそろそろボカロみたいなやつも始めていかなければ。いきなり歌を作るというよりかは動画内で何かを歌わせたり、そういうことから始めてみようかと思います。ということで短いですが余談を終了します。それではまた。